こんばんは、平井弘明です。今回はですね、ヘアウェイウッドのどうしてもチョロが出てしまう方や球が上がらない方、右へ低い球が出てしまう方にとって参考になる動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。早速ですが、動きとしてやらさせていただきますと、まずボールがヘアウェイウッドで上がらない原因の一つっていうのが上げに行くからなんですよ。例えば飛ばしに行ったり上げに行ったりすることで余計ボールって上がんなくなるんですけど、その動きっていうのは例えば多いのが右膝が出る。そうなってくるとクラブがこうやって寝るんですよ。右膝が出ると手が浮く、手が浮くと上半身が起きる。この4つっていうのがすごいミスが出る。どれか一つ出るととんでもないミスが出るので、それは気をつけていただきたいポイントになります。1個出ると全部出る可能性がある。例えば今の4つの中で1個出たら 2,3 個出る確率が高い。だから今右膝出てるよって注意する方もいれば、クラブが寝てるよって注意する方もいる。そうするとどこを気をつけていいかが分かんなくなっちゃう。ヘアウェイウッドのチョロってこんな感じですかね。あ、例えばロングアイアンで、今ちょっとポッと頭に浮かんだんでやらさせてもらいますけど、ロングアイアンで球が上がらない方とか、ちょっとミスショットが出ちゃう方なんかは、原因っていうのはまず右膝が出るんですよ。右膝が出て、そうするとクラブが寝るんですよ。でクラブが寝るともちろん手が浮く。で手が浮くと上半身が起きるんでミスショットが出るんですよ。でこれ一つ出ると 2,3 個出るんですよ。で、あ、ごめんなさい、アプローチでざっくりシャンクが出る人、これ原因が右膝が出るんですよ。で右膝が出て、右膝が出るとクラブが寝るんですよ。でクラブが寝ると手が浮くんですよ。そうすると上半身が起きるんですよ。そうするとざっくりとシャンクがアプローチですごい出る。ちょっと今、ヘアウェイウッドとロングアイアンとウェッジをまとめて動画、ごめんなさい、撮りましたけども、それぞれ悩みがあると思うんですよ。でやっぱりミスの動きとしていろんな動きって出てくるんで、番手ごとに動きっていうのを意識していただいた方がいいと思います。いや同じこと言ったらデジャブだったよ。え同じことずっと言ってるだけじゃん。そうだった。右膝が出る、クラブが出るでしょ。ずっと同じこと言ってる。登録覚えてる。もう手が浮く状態が起きるんでしょ。そう、その4つ。なんでわざわざ全部違うクラブ持ち替えてやったのか意味が分かんない。そろそろわざとらしいんで明かしますと、出る原因って一緒ってことなんですよ。例えば距離を出したい、そもそも当てに行きたい、球を上げたい、どれか一つ欲が入ると今の動きのどれかが絶対出るんですよ。で全然クラブは違う3つのクラブ今やりましたけども、同じ動きとしてミスが出るんですよ。だから例えば8番と9番アイアンだけとか近い番手で出るミスとは全く違って、あれだけ番手が離れてても同じ動きのミスっていうのが出るっていうことを理解していただきたいんですよ。そのために今日、ごめんなさい、今動画撮ってるんですけど、あんだけアプローチちっちゃく動いたってヘアウェイウッドあんだけ振ったって動きとして同じ動きが出るんですよ。一番やっぱりボール飛ばしたいってなると蹴るんで右膝が出たりで、こうインパクトでこうやって急加速すると上半身が浮いて、浮くと同時に手が浮いて、で手が浮くともちろんクラブが寝る。また同じこと言ってますけど、そういう連動性の高いミスって多いんですよ。特に苦手クラブになったりするともちろん出ますし、そもそもの難しいクラブになると自然と出るミスな動きなんですよ。なんでこういう動きって本当多くて、早く動いたって遅く動いたって出るってことなんですよ。それは今アプローチでやった動き、ヘアウェイウッドでやった動き、ヘッドスピード全然違うじゃないですか。それでも同じミスの動きが出るんで、スピードももちろん関係ないんですよね。どんだけゆっくりな動きしても出るミスはあるんです。その原因がすごい似てる、ほぼ一緒なんですよね。なんでそこを理解してやっていただいた方がいいんですけども、対処方法知りたいですよね。そうで、対処方法をどうしたらいいかっていうと、4つ、俺今ミスの動きって言ったじゃない、4つ一気に解決できる方法がある。すごいじゃん。すごいでしょ。すごい、絶対知りたいよね。絶対知りたい。構えて打つじゃない、打つときにふざけてないよ。
クラブを戻してあげたら出ない。ちょっと簡単に言っちゃったけど、インパクトゼロをちょっと匂わせて言っちゃったけど、要はクラブを起こしてあげればそういう動きって出ない、そう、要はトップからハンドルを左に切れってこと。これを右に切る人は、トップからダウンスイングで右に出る人は、その4つの悪い動きが出るのよ、どれかで。しつこいけど1個出たら何個も出るって言ったじゃない。だからそういうことになっちゃう。そう、だからそれが怖くて、トップからハンドルを左にこっちにこうやって切るとクラブが立つじゃん。立つと起きないし出ないし手が浮かないの。起きて手が浮いたらこっち行くから。そう、そうなってくるんで治ってくる、起こせれば。そう、だからそれイコールできた、イコールインパクトゼロと一緒なんだ。なるほどなるほど。そう、だから俺今クラブがゼロに戻ってきたらって言ったのはそこなの。だからもちろんふざけてないんだけど、ダウンスイングでクラブがちゃんと立ってこうやってボールに対してまっすぐ戻ってくる動きになってくると、そのミスっていうのが減ってくるの。だからね、特にヘアウェイウッドなんかもそうだし、ロングアイアンもそう、全部そうなんだよねだけど特に意識していただきたいポイント、だからここからこうやってハンドルをこうやって切ったり、そしたら右行くじゃない。でもあれをハンドルを例えば大げさに左に切るの、こうやって、そしたら絶対に右には行かない。そう、クラブが寝ないから。それできっちりまっすぐインパクトを戻してあげよう。そう、そうするとまっすぐ行くようになってくるのよ、自然と。だから今2球目大げさに左やったけど、ああいう練習も必要なの。そう、どこまでやったら許容範囲の中なのか超えるのかっていうのも必要だ、絶対に。徐々に徐々に真ん中に近づけていく必要はない。そういう練習もすごい大事なんだよね。だからちゃんとアプローチなんかもそうだけど、どんだけちっちゃい動きでもきっちりインパクトゼロはあるから、パターまであるぐらいだから、もちろんだからそこにきっちり戻してあげる練習をまずしてあげることが大事。そうすると戻らないことあるんだ。全然ある。あるんだ。全然ある。世の中にざっくりトップシャンクがある限りある。戻ってきたらざっくりトップシャンクはないから、絶対ない。だからここで例えば寝てクラブ浮かせるよ、手元。シャンキューベリーマッチでしょそう、出るのよ。あんなゆっくりの動きだよね。そう、出る出る出る。だから丁寧にゆっくり振ったからってシャンクが治るわけじゃない。例えばこれで球上げたい、ダフりたくない、きっちり打ちたいで、右膝出てあえてダフる。そうなんだ。そう、で丁寧にいくと右膝出るんだ。出るね。出ることもある。そう、それでも不思議とどっから右膝が来てんのか分かんない。手が浮くから右膝出てんのか、そもそも右膝から出てんのか、そう、だからどれか分かんなくなっちゃう。両方出てるから。そう、だから見るインストラクターによっても指摘する場所も違ったりする。そう、だからそれをとりあえずじゃあ全部なくそうよっていうのがインパクトゼロだから、どんだけ早く動いてもゆっくり動いてもインパクトのところ、要はアドレスの形にクラブが戻ってきたら、ありがとうございます。そう、これ神回だった。言っていただけるかな俺らが言ってもしょうがない。そうだね、そうだね。そう、だからそういう風な動き動きで絶対にその結果って変わってくるから、もちろんそれが悪い方の動きになる時ももちろんある。それは頭の中だから、変えてるのは欲で変えてるから変わっちゃうんだよね。そう、だからちゃんといいショットっていうのはちゃんと動きができたご褒美だから、だからちゃんとクラブを起こしてあげて、要はここ起こすってどういうことかって分かんない方もいると思うんで、ここトップ作るじゃない、こっからクラブヘッドがこうやって後ろにこうやって垂れちゃう、こうやって、これがクラブが寝る。でトップ作ってこっからヘッドの位置がこうやって軌道変わらない、こうやってちゃんとクラブがこうやってボールにヘッドが素早く一目散に向かっていくのがクラブが寝ない、ちゃんと立ってる。そうなってくると勝手に当たるの。勝手に当たるんだ。そう、当てようとしては全然、だからよく芯に当てようとしてるとかって言うけど、芯には勝手に当たるものだから、当てようと思って打たない方がいい、うん、それはシャフトのしなり方だったりタイミング、キックポイントだったり、あとはクラブのインパクトの戻し方で芯に当たる当たらないは変わってくる。だから自分で当てに行って当たるんだったら苦労しないと思う。そう、芯に当たるのは勝手に当たるもの。だから落としたわけでも、そう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 。またこれね、言葉が難しくて、落とすっていうとこっから脱力してボンってやっちゃう人もいるわけ。
動きの途中で力みを取らないでクラブをこうちゃんと落としてあげないとちゃんとした落とし方にならない。そこも難しいんだけど、だから加速中にやることだから、インパクトが停止じゃないから、停止だったらこうポンと落としていいんだけど、フィニッシュまでが動き続けてないといけないからまた難しくなっちゃうんだよね。でもボールに対してヘッドをボンって落としていかないとちゃんと戻せない。だからクラブが重さで自分の手とか体がパワーだとしたら、絶対にクラブを重さを追い越しちゃいけないわけよ。こうやって振ってちゃいけないんだよね。必ずこうやって振らなきゃいけない、押してあげないといけない、重さを。だからアプローチでダフったりする人もこうやってこうやって打っちゃうんだよね。引いちゃう。そうすると重さの方が後ろにあるじゃない。そうするとミスショットって出やすい。そう、必ずインパクト後はクラブを押してあげた方がいい。そう、ずっと引きっぱなしにして、要はこうやって引っ張ってるだけだと打てないんだよね、うまく。だから必ずボールとクラブを後ろからポッて押してあげることが大事。そう、これはもうそれこそ基本かもしれない。常にクラブを引っ張り続けちゃいけない。左手リードの人難しいね。引きがちだもん、うん、右手、まあ、左手リードだったら もちろん右手リードってあるんだろうけど、右手リードっていう言葉って聞かない。それは基本に近いからだと僕は思うんです、はい、だから名前がついてない。そう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 、普通なことだから。そう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 。でも左手リードってよく聞くの。聞く、うん。それは左手リードだからもちろんなんだけど、それはもちろんそれを基本としてやってる方もいるんだけど、ただ本当の基本からしたらもしかしたら違うかもしれないんだよね。俺は違うと思ってるけどね、うん、右手のリードがやりづらいから左手リードが生まれたって俺は思ってる、うんうん、まず右がじゃあ始まりなわけ。そう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 だと思う俺は。でも多いなそういう、うん、そう。だから原因っていうのは番手問わず結構一緒のことって多いんですよ。なんでその右膝が出るとか、クラブが寝る、手が浮く、上半身が起きる、この4つっていうのはミスショットの本当に多い原因の動きなんですよ。なんでそこをちょっとカメラかなんか撮ってですね、見ていただいた方がいいかもしれないですね。今回そのアプローチのざっくりも途中に入ったんですけども、公式 LINE の方でリクエストいただいたんで、それも一緒に織り交ぜてやらせていただきました。ちょっとでも気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。